長谷川ひろこです。今日はショートボブヘアで作るアップスタイル、その1です。いろんなねアップスタイルがありますけれども、今日は粋な感じ、こういうねモヒカンっぽい感じのヘアアレンジをしてみたいと思います。モダンな着物や、ちょっと粋なねスタイルに合うんじゃないかなと思います。それでは作り方です、どうぞ。はい、私の今の髪の長さは顎のラインのショートボブになります。用意するものです。オイルやムースなど髪にツヤとまとまりを出すものを全体につけておきましょう。シリコンゴム、U ピン、アメピンは数を用意してください。人によりますが結構使います。そしてハードタイプのヘアスプレー、どんなものでも大丈夫です。私は部分用の付け毛を使っていますが、髪の量や長さによって使ったり使わなかったり、お好みでどうぞ。こう一本のものの方が使いやすいですけれども、楽天ではこんなものがありました。ヘアアイロン、コテなどで後でカールをつけます。はい、まず前髪の部分三角にとってねじってピンで留めます。ポンパドールのような形です。そして後頭部を3つか4つに分けてシリコンゴムで留めます。襟足が上がらない方はそのままで OK です。ヘアアイロンでそれぞれの束を巻き、小さく分けながら逆毛を立てます。逆毛を立てた髪をバランスを見ながらゴムのあたりでねじりながらピンで留めていきます。3つのお団子がつながるように散らしながらピンで留めるのがコツです。髪が短すぎたり量の足りない方は付け毛をつけて足りない部分にピンで留めます。全体のバランスを写し鏡でチェックしながらピンで留めて形を整えます。頭のてっぺんから襟足まで外側のラインが丸いシルエットになるようにしましょう。いかがだったでしょうか。あんまりね難しくないと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。ピンはね適当に刺すと結構ねまとまってるように見えたりしますのでね。最後にヘアスプレーで固めます。それでは次の動画でお会いしましょう。